願いいたします。ただいまご紹介をいただきました区議候補、日本共産党の野口雅人、でございます。これまで40年にわたりまして皆様に支えていただきました八尾川隆区議会議員の後継といたしまして、この度日本共産党から立候補させていただきました。規制の問題ではぜひ皆様に知っていただきたい問題があります。現在北区は465億円もの積立金が積み上がっています。3月の定例議会におきまして日本共産党の区議団、このうちの一部30億円を活用いたしまして、皆様の区民の生活の応援に充てるための予算組み替え動議を提案させていただいております。一例を申し上げますと、高すぎる国民健康保険料や介護保険料の負担軽減、特別養護老人ホームや認可保育所のさらなる増設、若者向けには就労支援事業の継続や2人目以降のお子様の保育料の無料化など合わせて13項、どれもが区民の皆様の切実な要望に応えるためのこの日本共産党の提案でありましたが、この提案、区議会の自民党、公明党などの反対により否決されております。区民の皆様の生活実態、そして区民の皆様の要望に向き合おうとしない自民党、公明党には区民の皆様の厳しい審判を下しましょう。そして生活、福祉を守る声を私の日本共産党の野口雅人へと託していただきたいと思います。この間10ヶ月にわたりまして、皆様にはこの場所でも国政、区政の問題、さまざまな問題点につきまして訴えをさせていただきましたが、いよいよ明日が投票日となりました。この中小地域からも多くの区議会候補が立候補しておりますが、野党の立場で立候補しているのは私野口雅人ただ一人でございます。与党の立場の議員というものは、今私たちに押し付けられているさまざまな住民不在の公共事業、これを推進する立場であります。どうか区政に区民の声を反映させるためにも、明日の投票日、私日本共産党の野口雅人、ぜひ区議会へと押し上げていただきたいと思います。区政はきっと変えられると私はこのように信じております。皆様と共に区民の方を向いた規制実現のため、野口雅人、全力を尽くす決意です。よろしくお願いいたします。候補者の野口雅人でした。